こんにちは、こんばんは、おはようございます。まみチャンネルのお時間でございます。今日はサムナゾーをやっていきたいと思います。そしてなんと今日は大晦日です。31日最後がサムナゾーの動画になるんですけれども、ちょっとデイリーというか、ミッションでこなしたいものがあったので、ちょっと今日は2018年最後はサマーゾーンで飾らせてください。新年もいろいろたくさん動画を撮っていきたいと思うので、ぜひよろしくお願いします。新年は視聴者さんからいろんななんかフィギュアだったりとかポケモンカードとかいろんなものをいただいていて、まだ紹介できてないので、そちらの紹介とかもしたいですし、新年のご挨拶もしたいですし、あとは新年一発目、いろんなゲームのがいろんなガチャが来たりするので、たくさん精力的に上げられたらなと思ってるので、ぜひよろしくお願いします。ということで、チャンネル登録しておいていただけると嬉しいです。2018年、はい、結構いろんなゲームをやるようになって、ちょっと動画の投稿頻度とかちょっと落ちちゃったんですけれど、2019年ちょっともうちょっとね、投稿したいと思うんですけど、編集に割ける時間もちゃんと取れたらなと思ってます。はい、反省点こんな感じかな。あと無双オロチもまだ途中なので、生放送とかもしていきたいですし、やっていきたいですね。はい、まあ、ミールもね登場してないので登場させたいなと思ってるので、家でまだくすぶってるんでね、ちょっとはいぐったらしてるので起こしてあげたいなと思ってます。2018年、まみチャンネルお付き合いいただいて本当にありがとうございます。2019年も楽しく活動していきたいと思ってるので、ぜひよろしくお願いいたします。というわけで、サムナゾーやっていきます。サムナゾーなんですけれど、こっちのイベントで今日星3以上モンスター召喚なんですよ、17日目の。なんでこれをちょっとやりたく、ちょっと10連だけ不思議召喚引かせてください。はい、でクリスマスの贈り物のねイベントもやってて、クリスマス終わっちゃったんで、今31日なんで12月中にどんなもんかっていうのをちょっとやっていこうかな。今さらっと、そう、これクリスマスギフトボックスっていうのをシナリオ地域とかカイロスとか行くとゲットできるんですけど、でこれをオープンするとなんか報酬が2個出るので、それどっちか選んでみたいな感じですね。この間昨日かな、あげた動画の祝福の選ぶやつのなんかアイテム版みたいな感じのイベントですね。はい、それにちなんでるのかなと思ったんですけど、引いていきます。どんなもんなんだろう。あ、はあはあはあ、クリスタルがいいな。ああ、30クリスタルでマックスまで回復するからクリスタルが良くない。いや、クリスタルがいいどんだけクリスタル好きなの私、やば、クリスタルばっかり選んでる。お、あ、これは召喚石かな、数多い方選んでる説。あー、これはエネルギー、エネルギーじゃない、召喚石。あ、マナの方がいいのかな。あー、いやでもクリス、いやー、召喚石しようかな、ワンちゃんの願いを込めて。あー、10万マナと召喚石ってちょっとわかんないな。でもマナ結構持ってるんですよねとか言いつつ、でもマナが足りなくなるときって絶対来そうなんだよな。悩みながら全くマナ選んでないんですけどね。次1万マナ、あーでもこれエネルギーがいいな。そう、エネルギー大事だから、というかエネルギー使えば、お、これがいい。ラスト、はい、召喚、いや、クリスタルにしようかな。はい、というわけでこんな感じでクリスタルだとかエネルギーとかマナとか錬成石とか結構いろんなの出ます。これ何が出るかは書いてないか、書いてないね。はい、はい、では最後に10連だけ、この中から10連だけ不思議召喚して、今日の2018年ラストサマナガチャいきます。10回、よっ、
勝手に発動して、しかもどっちも持ってたな、持ってるんだ。ヴァンパイア2体いるからこっちにしとこうかな。あ、持ってるどっちも。あ、もったいないけど、まあまあまあ、ありがとうございます。初っ端からでも一応持ってるとはいえ当たりが来ました。はい、続いて2回目3回目。でもなんか最後ですって言って初っ端でこう来るのはちょっと嬉しいね。なんか来年いいことが起こるんじゃないかなって思える気だな。あ、そして次ラストですね。はい、いきます。最後、せーの、はい、はい、最後はダメでした。でもちょっと水パンダさんを育てていきたいので、全然餌ばっかりでありがたいです。はい、ということで今日のミッション完成です。はい、というわけで、サマナゾー最後のガチャ引きました。まだまだいろいろ闇と光とかも15個とか貯めてて、年始のギルガチャ祭りに備えているので、ぜひ遊びに来てください。1月2日の多分10時半ぐらいからなるそうですね。1月2日の10時半からギルドガチャ祭りやろうかなと思ってます。時間今決定した、10時半からやります。はい、チャンネルは1002チャンネルにしよう。はい、1002チャンネルにて、ワルチャは一応あるのでやっていこうかなと思うので、ぜひギルドじゃないよって人でも参加したいなって思う方がいたら、ぜひ遊びに来てください。1002チャンネルで、1月2日の10時半からギルドガチャ祭りやっていきたいと思います。ぜひ。はい、というわけでご視聴ありがとうございました。これからもぜひお付き合いいただければなと思います。ゆるりと楽しくやっていけたらなと思うので、自分のやりたいことをやっていくので、まあ、お付き合いいただければ幸いです、今後も。はい、というわけで今日のコーデです。今日のコーデは、スカートに切り替えニット着てます。はい、では最後に YouTube のチャンネル登録、 Twitter のフォローぜひよろしくお願いします。チャンネル登録していただける際には、チャンネル登録の最後にある鈴マークを押していただいた状態で、チャンネル登録をしていただけると、私が動画を更新した時に皆さんのところに通知がいきます。通知がいらないという方は、鈴マークを押さずにチャンネル登録ボタンを押してください。というわけで今日もご視聴ありがとうございました。良いお年を。じゃあねー。